見える開花メルマガこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です、えー。大雪のね、いろんな大変な地域あると思いますが、皆さんに大丈夫だったでしょうかで、こちら群馬県のまたし、我が家なんですけども、なかなかすごい状況ですね。こっち竹やぶだったんですけども、結構バキバキにこう、いい感じになってる状態です。で、こんなにね、もう竹がもう失なってる状態なんですけども、はい、えー、ね、皆さんもぜひこう、ご安全に過ごしていただければと思います。で、本日ですね、 12月の23日に、も月俊孝とさんとコラボ講演させていただきまして、本当にこう多くの方々を集まりいただきました。その中でですね、俊、えー、さん、俊孝さんがですね、えー、私の父のところに来てくださって、かつてですね、えー、3、40年前ぐらいですかね、私が中高校生か大学生ぐらいだと思うんですけども、で、うちの父のところに来て、まあ、 えー、うちの地元の中学校のですね、講演会にトシさんが来てくれて、その時に父のとお話ししてくださったんですが、で、そのやりとりの中で私も、まあ、 かつての昔の記憶のだったことをトシさんがこうお話し,してくださって、非常にこう懐かしいなということもあり、で、うちの母と父もですね、えー、今回のセミナーを聞いてくださったんですけども、非常にこうありがたいお言葉をいただきました。で、その中でトシさんがうちの父の本をですね、紹介してくださいまして、何人かこうお問い合わせありましたので、えー、残り数がね、わずかなんですが、そちらのご案内もですね、させていただければと思います。では、 画面の共有です。こちら、思い通りになる人生という形です。 えー、12月23日ですね、最終3500名以上の方にお申し込みいただきましてね、多くの方にご覧いただきましてありがとうございました。なんと、としさんの非常にこうありがたい采配でですね、このアーカイブ動画を普通の一般の方々もご覧いただけるという形で、えー、今回の YouTube のですね、関連動画につけさせていただきます。で横田夏子さんも非常にこうナイな司会をありがとうございます。で、その時最後にですね、うちの母が、まあ、感想をくださいまして、大輔の母でございます。主人と拝聴させていただき、感謝感謝 本当にありがとうございましたと。でその文章を読みながらも、もうトさんもまあ歓喜が余りましてですね、えー、そこにも私も、ねえー、非常にこう嬉しく思いました。で、そのところでトシさんが私の父の本の内容を紹介してくださったんですけども、その内容がですね、もう思い通りになる人生と1から7まで出していたんですけども、で 残りがですね、1と7はもう廃盤になっておりまして、で、こちら私の持ってる在庫、ちょっとこうかすれてるんですけれども、まあ、色素是ゼクとかですね、えー、幸福への道は一つとか不可能を可能にするとかっていうのがあります。で、えー、ここが一から、あ、2から6ですね。2から6が今あるんですけども、1と7が廃盤になっておりますが、えー、残りが40冊という形で、えー、もしね、ご興味ある方は、えー、この後にある、 えー、お問い合わせ先ご覧いただければと思います。で、この中で本当に父が潜在意識の法則とか、魂って何,何ぞやとか、ヨガとかですね、いろんな修行のところをですね、えー、まとめている内容をですね、父が高校生ぐらいからこう聞き始めまして、で、大学卒業した後、父の会社に入りながら父がやっていた勉強会、今を生きる会の、まあえー、通信のですね、作成もさせてもらいながら、 ね数年こ参加させてもらったんですね。で、その考え方もあり、<laughs> 量子力学的な、えー、考え方も私が加えさせていただいて、えー、開花ってなりまして、本当にこうね、父の影響を受けて、の、まあ、両親の影響を受けて、今の村松がいるなっていうのを改めて、トシさんのやりとりの中で感じさせていただきました。また、 別の本ですね。こちら、父がやっていた過去世療法の内容をですね、非常にこう、えー、詳しくこう書いておりまして、苦しみは幸せの糸、糸、への糸口と、こちらも残が46冊なんですけれども、えー、こちらがですね、最後にこういうふうにまとめてありまして、どういうふうにこうワーク、本来の自分自身と統合するかっていう、まあ PC 統合ですけども、えー、そのところもね、え、こちら掲載させています。で、 お問い合わせ先がですね、うちの母のメールアドレスになります。で、えー、お名前とご住所とで何かあった時の電話番号とあとですね、えー、メールアドレスをお,お知らせいただければと思います。で、えー、そちらにですね、お申し込みの何と何をお願いしますっていうご連絡いただければ、うちの母からですね、えー、振込先の連絡をさせていただくことと、あと、その確認取れてから、 配送、郵送という形でさせていただきます。で、えー、ご確認いただければと思います。で、こちらもですね、在庫終了次第、えー、販売終了となりますので、えー、見ていただければと思います。で、今回の12月23日のですね、アーカイブ動画、としさんがなんと2時間16分のものをですね、これぜひ皆さんに見てくださいという形で自由にご覧いただけますので、こちらの QR コードあるいは、 今回の YouTube のですね、関連動画につけさせていただいておりますので、えー、そちらね、どん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 ご覧いただきながら、最初に私が40分お話をさせていただいて、なぜ、トシさんの宝地図でみんながこう、本当にこう実現していくかの、いくのかというところの仕組みをですね、私なりに解説させていただいて、でその後トシさんがですね、えー、40分、えー、宝地図を通してどういう状態がどうなったのかとか、過去の、えー、こう、こう、 すごくこう素敵にしていくことによって自分に自信を持っていくとかですね。あと、いろんな事業家成功している方々がどういうふうに成功していったのかっていうお話もね、えー、してくださいまして、本当にこうリアルにこう大変な状況から、どん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 こう成功していたトシさんの体験談をお話ししてくださっております。また、最後に村松とトシ、えー、さんと村松とのね、えー、対談もまあ合わせさせていただいております。で、えー、その中でもご紹介させていただいたらですね。 こちら、1月9日来年の 来年のですね、月曜日祝日になります。2時からですね、開花主催でお話しさせていただきます。こちらがとしさんの今回のセミナーでね、お話しさせていただいたら、一挙に300人以上の方がお申し込みいただきまして、で、今、すでに1700名ご参加いただいております。で、海外からもですね、なんと15カ国もですね、ご参加いただいて、本当に本当にありがとうございます。で、こちらお申し込みサイト、こちらになっております。無料でご覧いただけますので、2023年をいかにこうパラレルワールドシフトして、皆さんが素晴らしい人生を歩んでいけるかと、 いうところのお話をね、村松からさせていただければと思います。また、会花のですね、斎、えー、藤悟もですね、合わせてお伝えさせていただければと思います。で、そうやって皆さんがぜひですね、自分自身の最高の人生を歩んでいただきながら、思い通りになる人生という形でどん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 進んでいっていただければと思います。で、今回のトシ、えー、さんのですね、 コラボ動画はですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。